1890年のイラストレーテドロンドンニュースに掲載されたシティサウスロンドン鉄道の列車のエシティサウスロンドン鉄道は世界で初めて地下部各に建設された鉄道チューブでありまた主要な鉄道路線として初めて電気鉄道を採用した鉄道である当初は列車を ケーブルで牽引して走らせることを意図していたが、建設中にケーブルを受け負っていた事業者が倒産したことから、当時はまだ実験的な技術であった、電気機関車を用いた電気鉄道の技術が代わりに採用された。1890年に開通した時点で、全長3.2マイルの路線には6つの駅があり、シティオブロンドンとストックウェールの間をテムズ川の下を、くぐって2本のトンネルで結んでいた。 トンネルの直径が車両の大きさを制約しており、小さな客車に高い背もたれのついた座席を備えていたことから精神病院の保護室とあだなされた。路線は南北に何度か延長され、最終的にロンドン北部のカムデンタウンからサリーのモーデンまで13.5マイルの距離に22の駅を持つようになった。シティサウス、ロンドン鉄道はとてもよく利用されていたが、 運賃が安かったことと延長工事に要した建設費のために経営は困難であった。1913年に地下鉄グループの鉄道各社の一員となり、1920年代にはグループの一1933年にシティサウス、ロンドン鉄道やその他の地下鉄、グループ各社は公的所有に移管された。今日ではそのトンネルと駅は、 カムデンタウンからケンニントンまでのバンク支線と、ケンニントンからモーデンまでの南部の路線を形成している。シティアンドサウス、ロンドン鉄道の紋章百8 8 3年11月に、シティオブ、ロンドンサザーク地下鉄の建設に関する法案が議会に提出されると発表された。法案の提案者で、かつ計画されていた鉄道の技術者は、シティオブ、 ロンドンサザーク地下鉄の建設に予定されているのと同じシールドトンネルと中鉄セグメントを用いて1869年から1870年にかけてタワー地下道の建設を行ったジェームズ・グレートヘッドであった提案されていた鉄道はロンドン南部のサザークにあるエレファントキャッスルからテムズ川をくぐりシティオブロンドンのキング・ウィリアム通りまでを結ぶことに なっていた。線路は直径3.1メートルの2本のトンネルに付設されることになっていた。1884年シティオブロンドンサザーク地下鉄法として1884年7月28日に女王裁下を得た。この法律の5章では以下のように触れていた。1886年に路線をエレファントキャッスルから南へ。 ケンニントン、そしてストックウェルへと延長するための追加の法案が議会に提出された。この法律は1887年7月12日2 1887年シティオブ、ロンドンサザー,アーク地下鉄法として女王裁下を得て、これにより1886年に着工した当初の区間に延長工事が行われることになった。この区間のトンネルはわずかに大きくなり、 直径3.2メートルであった。鉄道が開業する前に、クラパムコモン駅までさらに南へ延長することを認める追加法案が最下を得た。この法律は1890年7月25日に、1890年、シティアンドサウス、ロンドン鉄道法として交付され、これにより会社名も変更された。トンネルの断面がとても小さいことと、 十分な換気を行うことが難しいことから、他のロンドンの地下鉄で導入されていたような蒸気、機関車で運転することは、深いところを走るチューブでは、不可能であった。グレートヘッドが先に建設したタワー地下道のように、この路線でも当初は地上に設置した機関でケーブルを、牽引し、トンネル内を一定速度で走らせることを想定していた。1884年の法律の5章では、 以下のように指定していたシティアンドサウス、ロンドン鉄道の機関車13号、ロンドン交通博物館にて2005年パテントケーブル、トラムウェイ会社は、1873年にサンフランシスコで初めて発明され運行されたアンドリュー・ハリディのケーブルカーシステムの権利を持っていた。このシステムでは、列車は自由に開閉できるクランプを用いてケーブルに接続されており、これにより、 ケーブルを止めたり、同じケーブルに牽引されて走行している他の列車の動きを妨げたりすることなしに、車両をケーブルから切り離して止めたり、再度繋いで走らせたりすることができた。エンドレスのケーブルは独立して2組用意される予定となっており、シティ駅とエレファントキャッスルの間では10マイル、毎時、そして勾配が少ないエレファントキャッスルと、 ストックウェルの間では12マイル毎時で運転されることになっていた。しかし、追加の法律で認められた延長路線のためにケーブルで運行するシステムの実現可能性には疑問が生じた。このシティサウス、ロンドン鉄道関連の問題が1888年にパテントケーブルトラムウェイ会社が倒産する原因であったとされている。しかし、初めから ずっと電気鉄道に関しては検討されており、また1886年にトンネルの建設が始まって以来技術的には大きく進歩していた。このためシティサウス、ロンドン鉄道の会長のチャールズ・グレー・モットは電気鉄道へ変更することを決定した。1896年に開通したグラスゴー地下鉄のように他にハリディの特許を使ったケーブル検引式で 設計されていたものはそのままであった。採用された動力は列車の下部にある第三機場から供給される電力で走るもので寸法の問題から中央より西側にオフセットして第三機場が取り付けられていた。これ以前の10年間にも電気で列車を走らせることは実験されてきており、また小規模な運行はすでに実現していたが、シティサウス、ロンドン鉄道は世界で 初めて電気で走る大規模な鉄道であった。メーザープラット製の電気機関車が第3機場から500ボルトを終電し何両かの客車を牽引して走った。車両基地と発電所がストックウェルに建設された。発電機の容量不足のため駅の照明は当初はガス灯であった。車両基地は地上に設けられており、 保守作業を受ける車両は当初は車路を通じて地上に引き上げられていたが転落事故が発生したためすぐにエレベーターが設置された。実際のところ機関車も客車も大規模な保守作業の時にのみ地上に送られていた。地上にある建物の下にトンネルを建設する権利を購入しないで済ませるために費用を負担せずにトンネルを建設することができる道路の下を通るようにした。 路線の北側では、テムズ川の下を深くくぐり、またシティオブロンドンの中世以来の街路の下を通らなければならないことで、キングウィリアムストリート駅へ通じるトンネルの配置は制約を受けた。キングウィリアムストリート駅は川に近かったために、その西側ではかなり急勾配のトンネルになった。狭い通りの下に建設したため、他の場所では横に2本並べて、 トンネルが建設されていたが、キングウィリアムストリート駅の近くでは、上下に2本並べられ、郊外へ向かう方向の線路が下を通るようにされた。2本のトンネルは、駅の直前で合流し、駅は一つの大きな断面のトンネル内に設けられて、1本の線路の両側にプラットホームを備えていた。もう一方の終点である、ストックウェル駅では、やはり1本の大きなトンネルに駅があったが、 中央のプラットフォームの両側に線路が配置されていた。ケニントン、建て替えも、本格的な改造もされていない、当初のままの駅舎が残る、唯一の駅である、シティサウス、ロンドン鉄道は、1890年11月4日に、エドワード皇太子の隣席で開業した。一般営業は1890年12月18日に、開始された。当初の路線には、 以下の駅があった。当初の列車は一両の機関車と三両の客車で構成されていた。一両の客車には23人の乗客が乗ることができ、車内にはロングシートを備え両端には乗降に使うデッキに通じる引き戸を備えていた。トンネル内では見るべきものは何もないとされたため、窓は客車の側面の高い場所に細く取り付けられただけであった。各デッキには 保安係が乗務し、格子式のゲートの操作と旅客への駅名の案内を行っていた。閉所恐怖症を催すような車内はすぐに、精神病院の保護室などと呼ばれるようになった。他の鉄道会社とは違い、シティアンドサウス、ロンドン鉄道では等級を設定せず、また紙の乗車券も用いなかった。この鉄道が営業を開始した時点では、2ペンスの均一運賃が設定され、 ターンスタイルを使って徴収していた。狭苦しい客車やバスや路面電車との競争にもかかわらず、営業最初の年の1891年には510万人の旅客が乗車した。混雑緩和のために車両が増強された。ジェームズ・グレート・ヘッドによるキング・ウィリアム・ストリート駅とストックウェル駅の間の当初の経路の設計図一般営業を開始する少し前にシティサウス。 ロンドン鉄道は北端のキングウィリアムストリート駅からイズリントンへ向けて新線を伸ばすための新たな法案を議会に提出する意向を明らかにした。キングウィリアムストリート駅は扱いづらい構造であったため既存の路線に直接接続するのではなく別の路線として延長し間に歩行者用地下道を建設して乗り換えられるようにすることになっていた。 この法案は既存の路線との接続ができないという理由で却下された。1891年11月にシティサウス、ロンドン鉄道はイズリントンまでの延長路線の改定案の詳細を発表した。会社はキング・ウィリアム・ストリート駅の欠点を認識して、 開業からまた一年しか経っていなかったのであるが、この問題を抱えた北部の路線を迂回する新しいトンネルを建設することを計画した。ボロ駅の近くで新しいトンネルが分岐し、ロンドンブリッジ駅で幹線鉄道との接続を行うために新しい駅を経由する。そこからロンドン橋の東側を通り、シティオブロンドンを抜けて北エンジェルへ達する。 合同委員会がいくつかの新しい地下鉄の提案を審査したために遅れたが、1893年、シティアンドサウス、ロンドン鉄道法は1893年8月24日に、上洲祭下を得た。またこの法律では1893年のもう一本の法律、クラパムまでの南側の延長路線を建設する、期限を延長することを認めるものも含んでいた。 承認された2カ所の延長路線は、資金を調達し、計画を最終確定するために遅れていた。1895年から1898年まで、承認期限を延長し新たな承認を得るための3本の追加法案が、議会に提出された。1900年の延長時点からの、狭い中央プラットフォームと両側の配線。 クラパムコモン駅1895年の法律で承認された新しいトンネルにより、キングウィリアムストリート駅の構造を変えて、中央にプラットホームを設け両側に線路を配置した形にすることができるようになった。路線延長の資金を調達する間の一時的な処置として、この改良が行われた。最終的に資金調達が成功し、 建設が進められると、北部延長区間の最初の区間が1900年2月25日に開業し、同時にキングウィリアムストリート駅は廃止となった。延長区間の駅は以下の通りである。また南方への延長は1900年6月3日に開業した。延長区間の駅は以下の通りである。当初のストックウェル駅や改良後のキングウィリアムストリート駅のように、 クラパムロード駅とクラパムコモニー駅は一つのトンネル内に建設され、中央にプラットフォーム、両側に線路という配置とされた。さらに北部延長路線の残りの区間の建設が続けられた。1900年シティサウス、ロンドン鉄道法は1900年5月25日に承認され、エンジェル駅の駅部トンネルの直径を9.2メートルに拡大することを承認された。 そして残りの延長区間は1901年11月17日に開通した。駅は以下の通りである。シティサウス、ロンドン鉄道の路線図鉄道の技術革新や大きな旅客需要にもかかわらず、シティサウス、ロンドン鉄道はあまり利益を出せず、利益を拡大することを目指してや次早に繰り返された延長工事により財務に問題を抱えていた。 配当は少なくしかも減少しつつあり、キングウィリアムストリート駅の廃止という無駄遣いを、下として訴えられていた。この評判の低下を打開し、資金を調達しやすくするために、次の路線延長の法案は1900年11月に、名目上は別の会社の、イズリントンユーストン鉄道として提出された。しかしこの会社の会長は、シティサウス、ロンドン鉄道と同じであった。 提案された鉄道は、その時点では未完成であった、シティサウス、ロンドン鉄道のエンジェル駅から伸ばし、幹線鉄道の駅である、キングスクロス駅、セントパンクラス駅、ユーストーン駅へ向かうことになっていた。1900年に開業したセントラルロンドン鉄道の成功に刺激を受けて、他の鉄道法案も多数提出されていたのと同じ時期となり、こうした法案とともに、 議会の1901年の合同委員会で審議されることになった。この法案は承認されたが委員会での審議に時間がかかったため1902年の会期に再提出しなければならないことになった。1902年の会期では法案は再審議されたがロンドンの他の地下鉄であるメトロポリタン鉄道が提案されている路線は 自社のキングスクロス駅とムーアゲート駅を結ぶ区間の営業に対して悪影響を与えるとして反対した。マタイズリントンユーストン鉄道は、もしこの鉄道の建設が承認されれば、その権利をシティサウス、ロンドン鉄道が引き継ぐことを認めるように、請願していた。委員会は前年の決定を覆して法案を却下した。1902年11月に、 シティサウス、ロンドン鉄道は自身の名前でユーストン延長路線の許可と休眠状態であったシティブリックストン鉄道の権利を引き継ぐ承認を求める法案を提出した。ユーストンでは計画中で未完成であったがチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道と接続することになっていた。シティブリックストン鉄道の権利を引き継ぐ意図は バンク駅及びメトロポリタンディストリクト鉄道のモニュメント駅との間に歩行者用地稼働があるキングウィリアムストリート駅を新たな駅として同社に使わせるためであったテムズ川の下に3本目のトンネルを建設しボロ駅の北側で廃止されていた当初のトンネルと結んでそこからかつて承認されたシティアンドブリックストン鉄道の経路を建設しロンドンブリッジ駅とオーバル駅で 既存のシティサウス、ロンドン鉄道の駅と接続する。今回は法案は承認され、1903年8月11日に1903年、シティサウス、ロンドン鉄道法として国王裁下を得た。シティブリックストン鉄道は実際に建設されることはなかったが、ユーストン延長線はすぐに建設されて、1907年5月12日に開通した。駅は、 以下の通りである。1890年にシティサウス、ロンドン鉄道の最初の路線が6駅で開通して、以来、地面深いところを走る中部の路線網は拡大し、1907年までに7路線70駅以上になった。これらの会社は、地表に近いところを走る地下鉄のメトロポリタン鉄道及びメトロポリタンディストリクト鉄道も加わり、街路のもとを縦横無尽に走り、 お互いに、そして路面電車やバスと旅客獲得をめぐって競争していた。場合によっては、開業前の旅客数の予測は楽観的に過ぎたこともあった。路線を利用する旅客が少なく、収入が見込みより減少すると、会社は借り入れた資本を返済し、あるいは株主に配当を支払うことが難しくなった。こうした全体の状況を改善しようとして、 地下鉄会社の大半となるシティサウス、ロンドン鉄道、セントラル、ロンドン鉄道、グレート、ノーザンシティ鉄道、ロンドン地下電気鉄道は1907年から運賃協定を導入した。1908年からは全体共通のブランドアンダーグラウンドを導入した。幹線鉄道のロンドンサウスウェスタン鉄道が運営するウォータールーシティ鉄道は こうした協定に唯一参加しなかった。新しく建設された鉄道が使っている、より大きくて近代的な車両が走れる大きなトンネル断面を採用するためにトンネルを拡大して容量を増強しようと新たな法案を1912年に議会に提出した。同時にロンドン電気鉄道がシティサウスロンドン鉄道のユーストミ駅から チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道のカムデン、タウンまでを結ぶトンネルを建設する法案を提出した。これらの法案に提案されていた工事を合わせると、チャリングクロス・ユーストンハムステッド鉄道の列車が、シティサウス、ロンドン鉄道に乗り入れられるようになり、実質的にこの2路線が統合されることになる。1913年1月1日に、ロンドン電気鉄道は、 シティサウス、ロンドン鉄道を買収し、その財務状況を反映して、割引となるシティサウス、ロンドン鉄道の3株を自社の2株に交換した。どちらの法案も1913年8月15日に成立し、1913年シティサウスロンドン鉄道法、1913年ロンドン電気鉄道法となった。提案された。 路線延長とトンネルの拡大工事は第一次世界大戦によって遅れ着工は大戦後のこととなった。大戦が終結して1919年2月にシティサウスロンドン鉄道は1913年の法律で承認されたトンネル拡大工事の期限を延長する条項を含む新しい法案を提出した。この結果、 1919年8月19日通過の1919 19年、シティサウス、ロンドン鉄道法が成立した。1920年には、戦時特別条項により、ロンドン電気鉄道は1913年の法律で認められた工事の期限の延長を承認された。工事期限の延長を認められたものの、地下鉄各社は、こうした工事を実施するために必要な資金を、 調達できる状況ではなかった。戦時中に建設コストはかなり上昇しており、会社の上げる利益は調達した資本の償還に至るものではなかった。失業問題を緩和するために、公共事業のための融資に対して、大倉省が債務保障を行うことを認めた1921年、産業設備法を政府が制定したことで、建設計画の実行が可能となった。 この支援を得て、地下鉄各社は資金を調達し、シティサウス、ロンドン鉄道のトンネル拡大工事に着工できるようになった。トンネルの拡大は、シールドトンネルの中鉄セグメントの一部を撤去し、裏側を必要な直径になるまで掘削して、スペーサーを入れて、セグメントを再び設置することで行われた。シティサウス、ロンドン鉄道の北側のユーストンから、 ムーアゲートまでの区間は1922年8月8日から運転を休止したが、残りの区間は営業を継続しながらトンネル拡大工事を夜間に実施した。1923年11月27日に、掘削中の区間の一時的な支柱に列車が衝突して崩落が起こり、トンネルが土砂で埋まってしまった。路線は一時的に2区間で別々に運行されたが、 最終的に1923年11月28日に全線が運休された。ユーストンからムーアゲートまでの区間は1924年4月20日に再開され、同時にユーストンからカムデンタウンまでを結ぶ区間も開通した。路線の残りのクラパムコモン駅までは1924年12月1日に再開された。トンネル拡大工事と同時に、 駅の改良も行われ、プラットフォームは長くなり、プラットフォームと通路の壁は新しい斜めのデザインが導入され、地上の駅舎の正面も更新された。いくつかの駅では、当初から設置されていたエレベーターをエスカレーターに交換した。改良工事が進められている間に、シティサウス、ロンドン鉄道は1922年に路線を南へ、クラパムコモンから、バーラム、 ツーティングを通って、モーデンまで延長する提案を含む法案を提出した。モーデンからは、ウィンブルドンからサットンまでの計画中の地上の鉄道路線に乗り入れてサットンまで通じることになっていた。この法案は1923年8月2日に1923年、シティサウス、ロンドン鉄道法として成立した。並行して、サザン鉄道と、 この提案に対して交渉が行われ、大きな車両基地が建設された盲点までで延長路線を打ち切ることになった。盲点までの延長路線は1926年9月13日に開通した。駅はチャールズ・ホールデンの設計によるもので以下の駅が開業した。また同じく1926年9月13日には、チャリング・クロス・ユーストンハムステッド鉄道とシティサウス、 ロンドン鉄道を結ぶ新たな路線として、チャリングクロス駅から改良されて、プラットフォームが4つになった県ニントンまで開通した。途中にウォーター流駅が建設された。これにより、両鉄道の運行は完全に統合され、新しいロンドン地下鉄スタンダード型電車で運転されるようになった。また、ロンドン地下鉄路線図では、この統合された路線は一式で表現された。 しかし共通して、ノーザン線と一般に呼ばれ始める1930年代までは、別々の名前が使われていた。シティサウス、ロンドン鉄道の近代化や、地下鉄網のその他の場所での様々な改良にも、かかわらず、地下鉄各社は依然として、利益を出すのに苦しんでいた。地下鉄グループが1912年以来所有していた、ロンドン総合路線バス会社はとても利益が上がっており、 運賃をプールすることで、バス会社の利益を、あまり利益の出ていない鉄道に補助するために使っていた。しかし1920年代初頭になると、多くの小さなバス会社が競争を仕掛け、ロンドン総合路線バス会社の利益は侵食され、グループ全体の収益性に悪影響をもたらした。グループの収益を守るために、経営者のアッシュフィールド卿は、 ロンドン地区の運輸事業を規制するよう政府に働きかけを行った。1920年代を通じて交通がどの程度規制や公共の管理下に置かれるべきかについてアシュフィールドと労働党のロンドンカウンティの議員であったハーバート・モリソンが全面に立って議論を行い、この方向で一連の法制が進められた。アシュフィールドは既存のグループを競争から守り、さらに ロンドンカウンティにおける路面電車網を実質的に管理できるようにする法制を望んでいたが、モリソンは完全に公的所有に移すことを望んでいた。数年にわたって出だしでつまずいたものの、最終的に1930年終わりに地下鉄、グループ、メトロポリタン鉄道、ロンドン旅客運輸地域として指定された範囲内のすべてのバスと、 路面電車を管理下に収めるロンドン旅客運輸公社を設立する法案が発表された。この公社は妥協であり、公共管理下に置かれたものの完全な国有化ではなかった。1933年7月1日に発足した。この日、シティサウス、ロンドン鉄道やその他の地下鉄各社は生産された。シティサウス、ロンドン鉄道が宣弁をつけて実証した。 地下深くのトンネル建設と電気鉄道の技術はその後ロンドンに建設された地下鉄の方向を形作った。それまでの蒸気機関車で運行された浅い掘割の鉄道のように広い土地を高い費用を負担して買わなくても地下鉄を建設することが可能であることを示した。代わりに地上の状態に悪影響を与えずに地下深くにトンネルを建設することが可能となった。そのため、 この技術なしに可能だった鉄道網をはるかに上回る大規模な地下鉄網をロンドンに構築することに貢献した。しかしこうした地下深い路線のトンネル断面と深さには欠点もあった。トンネルは車両限界を制約し、夏には暑さに悩まされることになった。第二次世界大戦中、ボロ駅とキングウィリアムストリート駅の間の 使われていないトンネルは防空壕へ改造され、入り口がキング・ウィリアム・ストリート駅とテムズ川の南に6カ所建設された。1960年代に使われていないトンネルはロンドンブリッジ駅の換気を補助するために用いられるようになり、ロンドンブリッジ通りにある出入り口はすべてコンクリートで埋められた。現在ではこのトンネルへはスリーキャッスルズハウスか。 ロンドンブリッジ駅にあるジュビリー線からの通路でのみ、到達できる。シティサウス、ロンドン鉄道の当初の6駅の駅舎は、ほとんどが建て替えられるか改良されている。ケンニントン駅の駅舎のみが当初からの外観と、エレベーターシャフトの上のドームを残している。シティサウス、ロンドン鉄道の13号機関車の内部、保護室のあだ名が付けられた客車の内部多くの車両が、保存されている。 35号機関車は、シティサウス、ロンドン鉄道の改良工事以降、メトロポリタン線のムーアゲート駅に台座に乗せて展示されていた。空襲により、ひどく破壊されて、最終的に撤去された。39号客車は運用終了後、20年以上に、わたって、オックスフォードシャーのワトリントンで、夏の別荘として用いられていた。ありがとうございます。